こちらはメルボルンのオーストラリアグランプリ、まもなく予選が開始されます。予選での戦略について伺いたいのですが、アンソニー、コンマ1秒を削り取るためにドライバーは何かを変えてくるんですか？予選で変えられることはほとんどありませんね。燃料を減らし、フリー走行での経験を生かしてアタックするだけです。新しいことを試しても完璧なラップを刻むのが難しくなってしまうだけですから。ですが思い通りにならないこともあります。前後にいるマシンとかイエローフラッグとか、コンディションを見極めベストのタイミングでコースインすることが重要です。走り始めたら余計なことは気にせず、ベストラップを叩き出すことに集中するのみです。Stay out. Best lap so far is a 1:22.1.
予選終了です。ここでトップ3をおさらいしておきましょう。フェルスタッペン、ハミルトン、ピエール・ガスリー。今日はこの辺りでお別れです。明日のレース決勝をどうかお見逃しなく。あまりいい予選じゃなかったわね。けど問題は明日よ。冷静な走りで挽回してちょうだい。おすすめはこういうのだね。これなんてどうかね。